そんな感じでね、はいはい、僕らそれぞれこう、インテリ、フィジカル、メンタリー、メンタル、メンタリー、コメンタリー、メンタル、いや、これ完全にあるでしょ、でも。いや、あるあるある。あるよ。俺はこれだなっていうのが。あるよ、待って、うん、俺、うん、マッチは、うん、もう完全フィジカル。うん、あ、ね、はい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 。で、うん、白井さんは、うん、メンタル。もう完全メンタルだね。うんうん、これ、完全にそうでしょ、みんな言うの。そう、満場一致ですよ、これ。だよね。うんうん、インテリが、あのそう考えると多分、うん、あのこれからラジオバーってしていくと思うけど、うんうん、マジリアルインテリのやつは一人もいないかもしれない。いないよね。いない多分ね、うん、あえてインテリ上げるならば、あえてインテリを上げるなら、うん、梅ちゃんじゃない。あ、梅、うん、あ、まああのまあ変態だけど中身はでも、うん、あの確かに梅インテリ感は一番ある。梅インテリかも、うん、梅だな。確かに。あとコマちゃんとかね、いっぱい言語、何カ国語も喋れる。まあでもコマフィジカルよりじゃないかな。フィジカルパワーがちょっとどっちかっていうと強すぎるかな。印象がね。インテリ、あ、なんか風間さんとかでもインテリ感ある気がするな。意外といるね、そう考えると。意外といるかもしれない。うん、笠間さんと梅か。よ、よしきはちょっと違うか。よしきメンタルじゃない？ちょっとインテリぶってるとこあるからね、よしき。失礼だぞ。失礼だぞ。